俺たちのジャパンへようこそ。かつて日本のトイレといえば和式が主流で、特に学校などではよく目にしていたという人が多いのではないでしょうか。しかし近年は急速に洋式のトイレが普及し、そうでないものを見かける方が難しいくらいになりましたよね。洋式という名前の通り、便座に椅子のように座るタイプのトイレは海外から入ってきた文化です。この日本の洋式トイレ、海外のものを取り入れたのにもかかわらず、最近では海外でもものすごく評判だと知っていましたか？今回のエピソードにはあるスイス人の夫婦が登場します。彼らは日本のトイレの評判を聞いて、軽い気持ちで自分たちの店のトイレにも採用したのですが、それが思わぬ事態を招いたんだとか。一体スイス人夫婦は日本のトイレを採用したことでどのような体験をしたのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。僕はスイス人のダニエル。妻のサンドラと一緒に小さな飲食店を営んでいる。初めは趣味程度に始めた店だったけど、想像以上に繁盛していてね。おかげさまで大切な子供たち3人を十分に養えているよ。店が成功した理由にはいくつかあると思っていて、一つはもちろん料理を頑張ったことさ。僕も妻ももともとレストランで働いていた経験があるから、料理には自信があったんだけど、真似をするだけでなく、自分たちのオリジナルを出し合って最高のメニューを作ったつもりだよ。だからもちろんそれが店の繁盛の一番の理由であってほしいと思うんだが、残念ながらもっと大きな理由があることを僕たち夫婦は知っている。その理由っていうのはズバリトイレだ。飲食店にトイレを目的に来るなんておかしいと思うだろう。僕らも初めはそう思ったよ。でも認めなければならないくらいの現実を目の当たりにしたから、もう目をそらすことができなくなってしまったんだ。どういうことなのか順を追って説明していこうと思う。数年前、二人で飲食店を始めることを決めた僕たち夫婦。レシピ作りはもちろん、テーブルや椅子などの内装雑貨、それから壁やドア、キッチンなど建物自体のデザインも一つ一つ決めていった。そんな時にもちろんトイレをどのようなものにするかという段階があってね。僕は正直トイレにこだわりを持ったことはないし、用を足せれば何でもいいと思っていたんだけど、妻がこんなことを言ったんだ。うわあ、日本製のトイレも設置できるのね、素敵。嬉しそうにカタログを見ている妻がそう言ったので、僕も同じページを覗き込む。するとそこには確かに日本製と記載されたトイレの写真が。普段スイス人の僕らが使い慣れているよりも少し綺麗で、何やらボタンがついていたり、若干の機械性を感じさせられる。でも当然値段は多少高額だった。うわぁ、ずいぶん高いんだな。日本製ってそんなにいいの？海外のトイレ事情に疎い俺は妻にそう尋ねてみた。すると、ええ、女性の間ではすごく話題になっているの。なんでもウォシュレットっていう機能がついていて、お尻をきれいに洗ってくれるんですって。それに便座が温かいから寒さも気にならないみたい、と言ったので驚いた。バスルームに入るわけでもなく、トイレでお尻を洗えるなんて発想は僕にはなかったから。まさかと思い、じっくりカタログを見てみると、確かに妻の言う通り、便座の中に水が出るシステムが導入されていて、ボタンを押せばそこから水が出てきて洗ってくれるらしい。しかも水性の強さや動き方なども細かく指定できるらしく、至れり尽くせりのトイレらしい。それだけでも驚きだが、
僕としては便座が温かいのもとても魅力的だと思ったよ。便座が冷たいのなんて分かっているはずなのに、それでもびっくりするほど冷たいのがすごく苦手だったんだ。そんな悩みを解消してくれる日本製の便座、正直気になって仕方がなかった。妻が言うにはスイスでも人気が出始めているそうだし、トイレが快適という理由で常連になってくれる人も数人はいるかもしれない。そういう話になり、僕と妻は結局多少割高の日本製トイレを店に導入することにしたんだ。数ヶ月後、実際に日本製トイレが店に設置されたので、実際に使ってみることにした。そうしたら本当に感動したよ。便座の中から水が出てくるなんて初めての経験だったから結構警戒していたんだけど、ちょうどいい柔らかさの水が出てきて痛くないし、むしろ気持ちがいい。トイレットペーパーで拭いても汚れないくらい綺麗にしてくれるから、清潔感があって本当に快適だと思ったよ。もちろん便座が温かいのもとても嬉しかった。これならお客さんも絶対に喜んでくれるな。僕と妻はそう確信して安心して残りの開店準備に取り掛かった。そして間もなくして僕たちは自慢の店をオープンした。その日のうちにトイレを使いたいというお客さんがいたので案内したんだ。わざわざ、僕たちのトイレは素晴らしいんだよ、感想を聞かせて、なんて言ったりはしないけど、心の中では反応が楽しみで仕方がなかったよ。数分後、トイレから出てきたお客さんはびっくりした様子で僕にこう言った。このお店はトイレが日本製なんだね。素晴らしいよ。いつか使ってみたいと思っていたんだけど、その夢が叶ってよかった。その言葉を聞いて、僕も妻もとても嬉しかった。喜んでいただけてよかったです。だが、あんな衝撃的な展開になろうとは、この時はまだ思っても見なかったんだ。オープンしてから1ヶ月、郊外に店を開いたこともあり、客足の急激な増加はあまり予想していなかった。当時はまだ子供もいなかったので、のんきにやろうと思っていたのだが、この1ヶ月間、毎日お客さんが増え続けていることに僕らはとても驚いていた。初めのうちは自分たちの料理が認められたんだと嬉しかったものの、1ヶ月が経った頃にはとても2人では賄えないほどの盛況ぶりに、ランチタイムには長蛇の列ができて、本日の受付終了の看板を出すことになろうとは全く思ってもみなかった。なんか雑誌に掲載されたりテレビに出たり、飲食店の人気が急に上がるのはそういうパターンが多いと思うが、僕たちの場合はそれもない。一体どういうことかと思っていたが、オープン後2ヶ月が経ったくらいからようやく気がつくようになった。そういえばお客さん、みんなトイレを利用していないか。どうして今まで気がつかなかったのかと思うくらい、ほとんどのお客さんがトイレを利用している。長蛇の列を並んで入ってきているから、トイレに行きたくなるのも自然かと思っていたのだが、どうやらそうではないらしい。ある日のランチタイムの終わり頃、店が少し落ち着いてきた時、思い切ってお客さんの一人に聞いてみた。どうしてうちの店を知ったのか教えていただけますか。するとお客さんはこんなことを言ったのだ。ここのトイレが素晴らしいって噂で聞いたんですよ。日本製のトイレが使えるからぜひ行くべきだってみんな言ってますよ。ああ、もちろん料理も美味しいんですけどね。ビーフシチュー最高でした。思った通り、この長蛇の列の理由は日本製のトイレが素晴らしいからだったのだ。店が繁盛したのはとても嬉しいことだが、連日のハードワークに俺も妻も完全に疲れ切っていて、しかも
繁盛の理由が自分たちの料理ではなく日本製のトイレの方にあるというのも正直かなり複雑な気持ちだった。とはいえ今さらトイレは使用禁止ですなんていうのも気が引けるし、僕たち夫婦はどうしたらいいのかわからなくなってしまった。そうしているうちにもランチタイムは終了したというのに、次から次へとお客さんが店内に入ってくる。この頃の僕たちは完全に追い込まれた気持ちだったよ。今思えば繁盛しすぎて困っているなんて幸せな悩みなんだけどね。だけど当時はそんな風に思う余裕がなくて、ああどうして日本のトイレなんか設置してしまったんだと後悔する日も少なくなかった。結局適切な策を講じることもできず、気合で頑張り続けた半年間。その頃にやっと忙しさにも慣れてきて、いろいろなことを考える余裕ができたんだ。そこでやっとアルバイトを雇って満足な人手を確保し、長蛇の列でも十分に対応できるようになったってわけだ。人を雇えばお金が必要になるから、繁盛しているのはありがたいことでしかない。トイレが人気だからというのはやっぱり不本意ではあったけれど、まあそれをきっかけにこの店を知り、料理のファンになってもらえるよう頑張ればいい。だんだんそういう風に思えるようになった。今はそれから10年くらいが経ったけど、相変わらず店のトイレは大人気だよ。スイス人は綺麗好きが多いからね。一度ウォシュレット付きの日本製トイレを使ったら忘れられなくなってしまうんだろう。でも今ではトイレと同じくらい料理を楽しみにしてくれるお客さんも増えているから、一安心だ。ウォシュレット付きトイレ気になっているけど使ったことがないのよね。お尻だけ洗われるってどんな気持ちなのかしら。日本のトイレは便座が温かいし洗えるし、おまけに清潔も保たれているからどこへ行っても安心だって聞いたよ。アジアのどこかの国とは大違いだね。私は以前旅行でスイスに行ったけど、スイスのトイレも別に綺麗で使いやすかったわよ。そんなスイス人が絶賛するんだから、日本のトイレってよっぽど優秀なのね。確かに飲食店なのにトイレ目当ての客ばかりなんて複雑な気持ちだよな。でもそこで腐らず努力を続けたこの夫婦はとっても偉いと思ったよ。頑張れ。日本製のトイレを導入すれば店が繁盛するのね。いつか自分の店を持ちたいと考えているから、忘れないようメモしておくわ。ウォシュレットの凄さには本当に感動した。最悪トイレットペーパーがなくてもいいくらい一瞬でお尻をきれいにしてくれるんだから、一度使ったらもう忘れられないよ。わかるわかる。便座の冷たさって何気に大きなストレスなのよね。冬なんか最悪。そこの暖かさに着目するなんて、さすが日本人は配慮の心が素晴らしいわね。日本では公衆トイレでもウォシュレットがついてるって聞いたけど本当？私の国の公衆トイレなんて汚くて臭くて地獄みたいだから、羨ましくて仕方がない。世界には手でお尻を拭く国もある中で、日本のトイレは機械と水で洗ってくれるんだからすごいよね。日本人が心から羨ましいな。日本には勝手に水が流れたり蓋が閉まったりするトイレもあるって知ってた？私はそれを知らずに日本へ行ってびっくりして心臓が止まるかと思ったわ。トイレだろうがなんだろうが、珍しいものには行列ができるよね。それを利用したビジネスってのもありだなって改めて感じさせられるエピソードだった。日本にはもともと座らないトイレがたくさんあって戸惑ったけど、今はこんなに便利なトイレが主流なんだね。
発展の速さに驚かされるよ。私たち日本人にとってウォシュレット付きトイレも温かい便座もごく普通の光景になっています。でも改めて外国人の声を聞くと、自分がいかに恵まれた環境で生活をしているのかが分かりますよね。失ってから大切さに気づくというフレーズはいろいろな場面で耳にしますが、トイレもそうなのかもしれません。日本製トイレを当然だと思って海外に行ったら、そのありがたさが嫌というほどわかるのではないでしょうか。そして当たり前だけどなくてはならないものはトイレ以外にもたくさんあるのでしょうね。皆さんは海外など自分の生活圏とは別の場所へ行き、普段当然だと思っているもののありがたみを体感した経験はありますか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。